くださいね。動画の時間が撮影したのがかなり長いんで。日付2024年、4月30日15時14分。外で笑ってる声。これで一旦気になるところ、気になるというか、ややこしい計算、請求の計算とかしてるので、ああいうふうにだいぶ厄介なんですけども、あとスポーツの勝ち負け云々とかも正直ありますね。そのようなところで妨害されたりしてますね。ボリュームを小さくしてますんで、実際火の中に先ほどの音声とか結構大きな声聞こえてるんですよ。で、これこう。男性の声で勝ち上がったっていう声で、1時間9分ごろ。男性が外にいますけど。多分以前に言った言葉が何かなんじゃないかなと思いますね。僕が聞かされた内容は。こんなと言ってるのは、その淡井圭介側かどうかっていうことで、春山整骨院で働いたり出入りしている以上、淡井圭介側ではないっていうことなんですよ。昔一回そこを訴訟でね、ちゃんと建物解体してるんですから、多分神戸市立ホテルフルーツラパークだとは思うんですけども、してくれた。だから神戸市議会の人たちですね、その当時の。今日もどうかもしれませんけども、次は47分から48分の間ですね。ゴミ箱だと思われる音、思いっきり閉めて、ものすごい音をさせるっていう音ですね。あと30秒ぐらいだと思いますね。いや、あんまりカーソルを動かすと一気に先に進んだりして、音が出なく、再生したい部分が再生できなかったりするので、もう少しお待ちください。こういうふうに何分ぐらいにどういうふうなことがあったとか、1時間47分から48分の、昔からあれ何回もやられてるんですよ。かなり強烈な電波の音の攻撃ですね。
音です。これもです。これ家の中にいてもめちゃくちゃ大きな音で聞こえてますね。あ、ヘッドホンつけてボリュームを最大にして聞いてもらったら分かります。ドーンっていう音、あの家の中まで聞かされてますね。あれも何回も昔からあれよくやるんですよ。あの辺のあのゴミ箱のあの辺りに、あの破片を整骨院で書かれている看板のあの辺りにゴミ箱があって、そこにああいうものすごい大きな音を使って、物を捨てると。それアフィンさんの時から捨てた連中とかもたくさんありましたよね、昔は。かもしくはハッチバックなのかな。マスクつけてる連中ばっかり、もう悪さした連中ばっかりが集まってきてる。それと先ほどのあの撮影してた時のあの老人のドライバーの人は相当高齢者の人ですから、やめといた方がいいでしょうね。この人も、あのもう相当の高齢者ですよ。ナンバーは神戸ナンバーの1203の黒色までは分かるんですけど、ちょっとねこれ神戸ナンバーの何でしょうね。それアフィンさんの時からしてた連中とかもたくさんありましたよね、昔は。ちょっと待ってくださいね、もうちょっと確認してみますね。あ、やっぱり分からないですね、ナンバーぼやけて。画素数落としてますからね。もうしてると。それアフィンさんの時からしてる。まあまあ、あの今回のこの動画はあの大きなものですね。あれ、あの明け方からやられてたこといっぱいありますから。0時00とか本当に何回も、今までもう100は軽く超えてますね。2010年以降で何百でしょうね。